究極の防護塗料が出来上がる。対象物めがけて噴射するだけでカラーバリエーションは多数。用意したのはコンクリートブロック。これに最強の塗料を吹きつけていく。塗装の厚さはわずか 0.5mm。塗装前と比較しても大きさはほとんど変わらない。その実力を確かめるため 25m の高さから落としてみる。まずは普通のブロック。コッパみじん、すさまじい衝撃で粉々。では塗装したコンクリートブロックはどうか。果たして塗装がわずかに剥がれた程度でコンクリートブロックは無事。アメリカでも大ヒットしている技術。日本でも爆破実験ドームや鉄道の高架などさまざまな場面で活躍している。強さの秘密は表面を覆うこの特殊な塗料。数ミリ程度の厚さでもゴムのような弾力が生まれ、衝撃吸収力も格段にアップ。その実力をもってすればこんなことも。登場したのは重量 650トンの超大型重機。8個のタイヤによる連続踏みつけ攻撃ならどうだ。まずは塗装していないコンクリート。モンスター重機の前に粉々。しかし塗料を吹きつけるだけで最強のブロックに変身する。挑戦開始。スーパーヘビー級の踏みつけ攻撃もものともしない。いくら踏んでも全く形状は変わらない。究極の衝撃吸収力。保護できるのはコンクリートだけで